うん、一音だからな。いや、ちょっと、はい、画面が明るいってことや。ちょっと待ってよ。スマホの電池が切れたので車で充電しながらタイガーとかつての戦場を見て回ろうと夜のドライブに来ました。とりあえずここは下川のなんとか公園。下川公園でしょ。ちょっと明るかった。うん、いや暗いな。この左側でしょ。この左側だね。じゃあ、そこだと指がかかっちゃうかな。ここがかつてサバゲ野戦をやっていた公園です。俺が高校で、射程は中学生だっけ。それで、小名浜の社会人チームと対戦していて、で社会人チームのお兄さんたちが車で迎えに来てくれて、それで来てたんだよね。うん、そうだね。いいお兄さんたちだったな。いいお兄さん、みんないい人だったね。須藤さんだっけ。須田さん、ガス屋の、ガス屋の須田さん、イケメンだったな。うん、イケメン。奥さんも綺麗な人でね。それは知らなかったけど、うん、あのその頃の行きつけのエアガンショップが、うん、泉の駅前にあって、うん、ジャングルジムの、そう、ジャングルジム、なんぽさん、名前はもう思い出せないな。なんぽの社長、有効の先輩だったんだけど、ジャングルジムの社長と呼ばれてたね。うん、で奥さんが綺麗だったよね。奥さん、石田絵里みたいな奥さん。覚えてないけど綺麗だ。あ、そうそう、ここの公園でやってたね。ここの公園だ。そしてこの先の右側のお墓でもやってたと思う。ここがだから墓地公園だ。どこだ、ここ。そこだ。ちょっと行ってみるか。うん、いや行っても何もないでしょ。墓がある。何かいるかもよ。松永隊長とか。松永隊長か。ねえ、あとね。あとその台形のとこが見たいんだけど。いや、そこはもうないんだって。ないのか。で、小名浜の港公園はもう、駐車場ですね。あのさ、フォークスが積んであるところにシートかけてやって、そこでもやってたの覚えてる？知らない？それは覚えてないな。そういうこともあったんだろうな。あれだな、うちの実家の国道向かいの、ま、日本通の、うん、あそこにこう小川をみんなでジャンプしてさ。その話は、その話はやめとこう。あ、そう、うん、これ行き止まりじゃん。行き止まりだ。あそこでゲームをしたことがあったね。この道路内でも合わないから少し。ねえ、もうその今じゃないの、ね、このお墓の、このお墓が立ってるとこでその銃を撃ったということじゃないからね。お墓に弾当てたとかそういうことはないから、うん、そう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 、ここのたまたまここにお墓があったというだけで、ここの付近でやったわけではないのよ、ね、この周りでやったわけじゃないですか。変わってないでしょう。あれは1988年、うん、毎週土曜の夜は、うん、100台ぐらいは集まってたのかな。まあいたでしょうね。もう1回戦で8台ぐらいは並ぶからね。そんなに並ばない。3台だよ。いやいやいや、多くて8台は並んでた。バイク、うん、ああ、まあバイクはね、バイク、うん、ああそうだ、車は3台で、車は3台で、で俺は当時最新鋭の CBR400WR88 年式で、うん、負け知らずだったんだけれど、はい、まあ、それは
88年だけの話、89年からスピードリミッターがついたもんで、はい、あのみんなバイクはトルク型になったから、はい、8、9型 の、 あの加速には勝てなかった。ああ そ、 うだ。その代わり最高速だったら負けしやすい。ああそうだね。まあそんなわけで88最強伝説というのは、うん、その通りなのです。88が最強、この信号の先が信号の信号の先です、ね、そうだよね、うん、あの頃ね、いわき最速が7だったのかな。誰の成分ですか。誰かは分かんない、車の人は、うん、直接の知り合いはいなかったので、うん、まあ当然 CBR で7にも勝ったし、うん、水戸最速っていう RX3 が遠征に来たんだけど、うん、それともやったけど、うん、まあバイクの方が速かったよね。なるほどね。で実際 400m もないんじゃないかな。まあないでしょ。あの04でこう NS のブレーキが効かなくて町田街道突きるやつがいるからな。ああ、いや FZR だね。あ FZR かい、うん、でもねあれ、まあ、直したんだよ。あ直した、うん、あれここって旧道ではなく今これはだから左折レーンだよ。これは右行かなきゃ真っ直ぐ行けない。もうぎっちり車もバイクも集まって、あの頃は楽しかったな。みんなそんな感じよ。敵もみんな米沢のそのなんだあのストライカーのあのタイプを当たり前に使ってた時代、まあ、10メーターも飛ばないんじゃないの、まあ、俺の同級生もサンダーボルトとか、はい、ボルト38とか使ってるやついたから、はいはい、まあまあサバゲ以前だよね。サバゲ以前だな。相手の打った球をその拾って自分の銃に入れて打つ回数ぐらいの そういうゲームをしてた、うん、時代においてそのストライカー式の銃というのはその、まあ、パイオニアだねゲームの、うんうん、けどそんな何回も使わなかったね。使わなかったというか使えなかった。あれはあれ持たないよね。持たない持たない。それで米沢はあの西部警察シリーズ の、 あのショットガンと、うん、あとなんだウッズバンとマグトってこうあったけど、うん、そんなに人気はなかった。まあ、俺は世代じゃなかったの、うん、
あの頃はまだあなたはね、銃なんか全然興味なかったよ。この頃俺もうあれ持ってたもん、 M5BB だとか。いや、あったかな。俺中1であれ買ったから。あー、だって私がイグラム買ったのは小学3年生なんだぜ。ってことは俺より早いな。俺より早いよ、私の方が早かったんだよ。そうだな。で、エアガンはね、安の兄貴がね、あの、増田屋のミニットマン持ってきたの。あ、ミニットマン持ってたね。あれがすごい飛んだんだよ。びっくりするぐらい、うん、びっくりするぐらい飛んだ、ミニットマンは。まあ、カートで連射もできたし、ね、そうそう、ポップアクションでね。それで、その、もう米沢の銃はもう使えないなっていうのを、その、改めて知るわけですよ。うん、でも、やっぱりエアポンプじゃないとダメだってことで、それでその当時最新型の、マルゼンのライアットのポリスカスタムを買うんだよ。おう、ポリスカスタム、うん、8,800円。でそれをモスバーグ仕様にシルバーに色塗ってさ、それでグリップをメタルストックの黒いグリップに付け替えて、うん、でそれと一緒にそのメタルストックも付けて、うん、ディティールはねすごくかっこよかったの。モスバーグの何番だ、300番だか600番だかに真似た、うん、仕様にしたのよ、うん、でだけどゲームでは使えなかったな、調子悪くて。俺もね、その頃ウィングマスター持ってたね。持ってたけど、うん、ゲームではもう使わなかった。使えない、エレベーターが調子悪くてダメ。相談数少ないし、うん、そう。あれはゲームメジャーだな。それですぐ KG9 に乗り換えた。待て、米沢銃の話。あ、そうか、うん、だから米沢銃は結局その持ってはいたけども、うん、そのゲームで 1,2 回使って、うん、でまあ、イグラムはどうなったんだ最後。最後はね、軍勢のメタルカラーをね、 あったね、柔らかいもので、そうですそうです、磨くやつ、磨くとピッカピカになるやつ、それで私の社協がそれ塗って、昔からそれを塗ってたんだ。多分ね、7ミリ火薬を使ってぶっ壊したんじゃないかないつの間にかどっか行っちゃったなあれ、うん、最後は覚えてない、うん、7ミリ火薬でね、米沢のストライカーのガンはね、あの7ミリ火薬でこう撃って楽しむ、そういう位置づけなんだな、うん、だからあれ持ってる人はみんな7ミリキャップ買ってね、マガジンに詰めてパンって鳴らすと面白いよ。ニードルが金属製だったらまだ持つけどね。だから金属製はシェリフに頼んで作って、新調整で作ってもらえばいい。じゃあ今度米沢さんと撮影するときに、うんうん、L27 に火薬突っ込んで、うん、そうそう、火薬7ミリキャップ突っ込んで驚かしてやれ、うん、ドッキリだな、うん、ドッキリだね、うんうん、まあだから昭和50年代後半かな、米沢の、スプリングガンっていうかな、あれ、うん、スプリングガン、正式にはライトスポーツ銃、うん、だから本当にその銀玉鉄砲からそのステップアップして、使うぐらいの位置づけだよね、うんうん、まあ今50歳ぐらいの人は、うん、結構持ってた人は多いかもね。いやでしょう、だってあれしかなかったんだもん。うん、うんうん、そうか。エアガンとなると値段も高かったし、その数も少なかったし、まあ、まだちゃんとしたの出てなかったか、ね、ちゃんとしたのは出てなかったね。ですな。まあね、でもお店行けばね、必ず売ってたんだよ、米沢シリーズは。うん、おもちゃ屋で売ってたよね。おもちゃ行けば必ず、うん、必ずあれはどの店行っても売ってた。あったあった。うん、だから、相当流通したと思うよ。うん。まあ、あの頃私は小学生、低学年ぐらいだったけど、そのぐらいの子たちが、もう素晴らしいって言って、こうね、モデルガンのその、登竜門だね。感じで買ってたんだ。でも今ヤフオクとか中古屋とかで見てほぼないのはみんな壊れたんだろうね。いやそれはそうでしょ、だからみんなだから7ミリキャップつけて壊れたんだ。いやいや火薬入れなくても、うん、あれはなんだろう、その衝撃がもろに来るじゃないか、はいはいはい、エアコキだったらさ、この弾が入ってればクッションになるから、まあね、あんな衝撃は来ないけど、
ネジウがボロだからね。まあそうだな。そう、あれで樹脂製なんだから壊れるわ。いやでもね、なんだ、まだその駆け出しの頃でね、そのイングラムのマックイレブンってものが、うん、随分小さい銃なんだなと思ってたの、うん、あの頃ね、うん、でライアットショットガンもこんなちっちゃいのかと思ってたのよいやだって本物知らないんだもんさ、うん、それでなんだマルゼンのライアット買った時は随分でっかいんだなと思ってね、うん、いやでっかいんじゃなくてそれ米沢シリーズがちっちゃかったんだよってそれ言ったらさ、うん、ファルコン遠いの、うん、ウッズマンマッチターゲットって、うん、実物よりで二回りでかいよね。実物が大きいかもしれないね。もう、うん、もうオートバグの、はいはい、クリントワンぐらいでっかい。クリントワンぐらいでかいな。22口径のはずだな、うんうんうん。あのね、私SS オートバグカスタムも持ってたの。あったね。あったよ。あれ無限スペシャルの。オートバック持っててね、メッキのじゃなかった、メッキのスペシャルカスタムの、うん、それでそのオートバックに慣れちゃってるもんだから、うん、晩年マルシンの 8mmBB 弾のオートバック買った時はなんだ小せえなと思って、うん、そんな感じだったね。セスオートバックはでかかったもん、うん、まあ、あれならうち今いっぱいあるよ、まあ、BB 弾仕様にして買ってください。どんどん話がそれるけど、やっぱり米沢銃はあんまり印象に残ってないというか、米沢銃はだからその語るほどのものではないということああ、言っちゃった、うんうん、だから、ね、だからこそ、うん、誰もやってないから、うん、これと米沢さんでカスタムして出したら面白いかな。誰が買うんだよ。西部警察の P38 があるじゃん、はいはい、あれのストックとか、うん、スコープのマウントとかを、うん、俺は丸いに流用しようかと思って、本体はいらないから、うん、まあ、米沢さんのコラボ用で、うん、米沢銃のカスタムとして譲っちゃうんだけど、うん、あれバレル切り詰めて、はい、ゲシュタポ作ってみた米沢のゲシュタポ面白いでしょ。誰が誰がレガーで下振りしなくたってあのモーゼルミリタリーなかったかな。モーゼルミリタリーは、なんかでっかいモーゼル、でっかいのあった、うん、あれね、俺の先輩が近所の先輩が持ってて、うん、あれを BB 弾仕様でホップ化してくれと言われて、この間作ったよ、それちゃんと飛ぶようになった。そのバレ銃でしょ。違う、エアコンだよ。エアだっとかな、あれはエアだと、あれのバネはないと思う。あ、そう、でっかいですよ。あ、やばい、カメラが熱くなっちゃった、チンチンだ。はい、7号埠頭まで来ました。何十年ぶりかで、もうどこだか分かんない。ここ左だ。ここ曲がって、この右側に広いとこがあるんだよね。そうそうだ。もう閉鎖されちゃってる。暴走車両対策。そう。で、ここがもう海になってるんだよね。そうなんですか。あ、そうだ。地震の後に来たな、ここ。ガチャガチャになってたんだ。もう治ってんだろうけど、誰も釣りとかしてないね。あ、誰もいない。よくバイクで来てたとこです。いう人が韓国の人でさ、ダミさんがダンスホールのオーナーは韓国人だから毎日キムチとか食べてるのかしらって言ったら、その根岸さんって紳士が、悦子さんそんなことを言ってはいけないよって言ったらしいんだよ。お
その今までダミさんがその付き合ってた男とはまた知り合うわけだ、そのネギさんはジェントルで、うん、それから70年、やばい、これは、ね、は話は長いけど、うん、面白くない、うん、落ちのない、もう切っちゃう、切っちゃおう、うん、震度5だって、うん、起きちゃったかい、いや寝て起きて最初から起き 寝てないよタイガー仕事でしょ、タイガーが変なことばっかり言うからじゃあ俺も帰るかな、じゃあお疲れ様でした、また、はい、おやすみ、車どこ行ったの、Mazawa. GDF. Mazawa.